どうもー、コバでーす。はい、今回も雑談しながらセレステやっていきましょう。今回雑談する内容はメンタリストということで、皆さんメンタリスト大吾さんって方知ってます？昔はね、よくテレビに出てたんですけど、メンタリストっていう職業なんか肩書きなんか、うわ、ここで見せる？職業なんか肩書きなんかよくわからへんことやってて、メンタリストってことやってるんですよね。で、やってることが、同じテレビに出てる芸能人になんかいろいろ質問して、そして芸能人がなんか考えてることを言い当てるんですよね。あなたはなんかこう考えてますねみたいな。で、それ言い当てて、わーすごいってなって、最後にこれがメンタリズムですって言って、めっちゃなんか人差し指立てながらドヤ顔かますんですよね、イケメンが。それがメンタリスト大吾さんなんですよ。で、なんか当時めちゃくちゃ有名だったんですよね。テレビあんま見ひん僕でもなんかよく見るなっていうぐらい有名な人だったんですよ、メンタリスト大吾さん。で、なんかある時を境に全然テレビに出なくなったんですよね。もう気づいたらいいひんなと思って。で、何してるかっていうと YouTuber になってたんですよね、その人。で、僕がそれなんで知ってるかっていうと、僕のよく話題に出す親戚のクソガキクソガキ、めっちゃ口悪かったけど、名前ちゃんちょくってことでしょうかな。3歳、4歳、5歳ぐらいの、ちょっと何歳か忘れたけど、そのちゃんちょくがいるんですけど、よく家にいらってる、近所に住んでる子供がね。その子供の母親、ちゃんちょくのお母さん、ちゃんちょくのお母さんもよくうちに入り浸ってるんですけど、そのちゃんちょくのお母さんがメンタリスト大吾さんのことを結構見てるみたいなんですよね。まあ、よくね、ほぼ毎日ご飯一緒にしてるんですけど、うちの家庭と。よくその食事の場でうちの家族たちにね、メンタリスト大吾さんのね、YouTube で喋ってたことをね、僕たちに披露してくれるんですよね。 YouTube で培った知識をね、僕らの食事の場でね、披露してくれるんですよ。で、メンタリスト大吾さん結構旅になる話をしてるらしくて、なんかいい話をするんですよね。で、お母さん、僕のお母さんはそれ聞いて、いいなーってめっちゃ感心するんですよ。僕はちょっとうるさいなって思いながら聞いてるんですけど、何十回かね、そのメンタリスト大吾さんの話を聞いてるんですよね。結構好きなんやろなって思って聞いてて、で、その何十回の中で僕ほとんど覚えてへんねんけど、なんとなく印象に残った話が2つあって、そのうちの1つがなんかね、メンタリスト大吾さんが言うには、これちょっと僕のまた聞きした知識やからね、本当に言ったかどうかちょっと怪しいけど、メンタリスト大吾さんが言うには、なんか人間っていろいろ集中して取り組みたいけど、なかなか集中できない時ってありますやん。そんな時は、その集中して取り組む作業をする前に体を動かしたらいいって言ったらしいんですよ。一回体を動かすことによって、なんか脳が活性化するかなんかで集中しやすくなるらしいんですよね。メンタリスト大吾さんが言ってたからって言って、もうちゃんちょくのお母さんはなんかやる前はめっちゃ体動かしたりとかするんですよね。わあ、もう午前中はランニングとかしてるらしい。で、メンタリスト大吾さんがおすすめする筋トレ方法みたいなのとかあるんですよね。なんかヒンズースクワットだったっけな、ちょっと名前忘れたんやけど、両手を床につけて足をバッて伸ばすんですよね。で、一気に足を畳んでジャンプするっていう、なんていうの名前忘れたな。僕もなんかスポーツやってた時はそれね、筋トレでやらされた記憶があんねんけど、そういうのをやってたんですよね。それをなんかね、電車の駅の電車の待ち時間とかにやっちゃってるらしい。だいぶ面白いことしてるよね、駅のホームで。そんな人いるって思うよ。それが結構影響されてる人なんですよね、メンタリスト大吾さんに、ちゃんちょくのお母さんは。でも、外出て動くのめんどくさいから、ルームランナー買いましょうよとか言ってるんですよね。僕らにね。なんで人んちでルームランナー買って、人んちでルームランナー使おうとしてんって思ったけどね。お前んちで買えやって僕は思ったけど。僕とちゃんちょくのお母さん、個人的に喋ることはほぼないからね。反論することもわからないんですけど、さすがにルームランナーは、ちょっとなーってお母さん言ったけどね。ルームランナーって実際多分家で買ったら結構うるさいと思う。はい。そんなことがあったんですよ。で、もう一個覚えてんのが、なんかメンタリスト大吾さんね、結構陰キャみたいに早口で喋るらしいんですよね。
で、これには理由があるらしいんですよ、メンタリスト大吾さんが言うには。なんで早口で喋るかっていうと、なんか早口で喋る方が聞く側が集中して聞こうとするから、まあ、集中して聞いてもらえるっていう理由で早口で喋ってるらしいんですよ。これ聞いた時ね、僕と一緒やんって思ったんだよ。僕も結構雑談動画早口になっちゃう時あるしね。ね、一緒やんと思ったね。早口でイケメンで陰キャっていうね。僕メンタリスト大悟やったかもしれんな。ためになることも言うしな。みんな今日も一日頑張ろう。ためになるやろ。で、そんな、まあ、メンタリスト大悟さんのメンタリストチャンネル見てるから、まあ、ちゃんちょくんのお母さんはね、メンタル結構安定してんねやろなって僕思ったんですよね。最近ね、ちゃんちょくんのお母さんめっちゃメンタル不安定なんですよ。なんかすぐ怒るんですよね。だから僕ら家族に怒ることはほぼないんやけど、ちゃんちょくんにめっちゃ怒るんですよ。自分の子供に。まあちょっとしつけの一環みたいな感じで、ちゃんちょくんがなんかやらかした時に結構怒るんですよ。で、まあしつけやから特に僕ら何も言わへんねんけど、まあたまにちょっと怒鳴りすぎ、たまにちょっと怒鳴りすぎじゃねっていうぐらいちょっと怒鳴っちゃう時があるんですよね。最近ちゃんちょくんのお母さん怒りっぽいんちゃうって心の中で思ったんですけど、で、なんかメンタルもちょっと不安定やし、体もちょっと悪いんかな。なんかよくね、家族で最近法事やからお寺に行くとかあったんですけど、親戚集まったりとかして、ちゃんちょくんのお母さんだけちょっとお腹痛いから今日はやめときますって言ってね、欠席したりとかするんですよね。気病使ってんのかなって思うぐらい結構そういうの休むんですよね。心身ともに不安定な人やなと思って、全然メンタリスト大悟さん、メンタリストメンタリズムできてへんやんっていう、視聴者のメンタル崩れてるよって僕思いながらね、メンタリストできてへんぞって僕ここでちょっと怒ったんやけど、メンタリスト大悟さんに。で、なんでちゃんちょくんのお母さんがねメンタル悪いか最近分かったんですよね。結構しゃあない理由やったね。ちゃんちょくんのお母さんはね、2人目のちゃんちょくん2号を生み出そうとしてたね。お腹の中に2人目のちゃんちょくんがいたわ。もう2号持ってどれぐらい、半年やったっけ、それぐらいらしいんですよね。僕だけ知らんかったっていうね。みんな僕に騙せたんですよ。まあ僕はみんなとほとんど会話しにから知る術がなかっただけやけどね。1週間前にそれ知って、へーって思って、道理でメンタルなんか悪いわけやな。道理でイライラしちゃうわけや。妊婦さんっていうのはイライラしちゃうもんやからね。あんま詳しくは知らんけど、それはしゃあないなと思ってね、まあいろいろ手助けしないなって思って何もしてへんねんけど。でね、まあめでたいことなんすけど、あんまりね僕はそんなに嬉しくはないんですよね。ちゃんちょくんだけでもめちゃくちゃうるさいんですよ。で、子供が泣き叫ぶのは全然いいんですよ。で、その泣き叫ぶのをあやすうちの親たちがめっちゃうるさいんですよね。ちゃんちょくんがうわーって泣き始めたら、親たちもうわーっていう、なんかちゃんちょくんの声量以上になんかよし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 って言うんですよね。何も怖くない何も怖くないって言って、ね、あの声がめっちゃうるさくて僕嫌いなんですよ。基本的にね、僕あんま音を立てずに過ごしてる人やからね、あんまでかい声出されるとねめっちゃストレス溜まるんですよね。まあなんか普段うるさいのは100歩譲っていいんですけど、これね僕仕事で夜勤なんですけどね、あの夜勤の日は昼寝てるんですよ、家で自分の部屋で。もう朝の11時ぐらいから夕方6時ぐらいまでずっと寝てるんですよね。もうその寝てる間にね家で騒がられると僕寝れないんですよ。あれがほんまつらい。で、まあ一番うるさくする時間帯が夜の7時、夜ご飯食べる時なんですよね。僕がまあ、その時は僕も起きてるんですけど、寝起きなんですよ。寝起きで飯食ってる時にめっちゃ騒ぐんですよね、うちの親とちゃんちょくんが。大体あのちゃんちょくんまだ子供やから飯の好き嫌いが多くて、大体なんか今日はピーマン食べたくないって言って、食べなさいって周りが怒り始めて、その家庭がめっちゃうるさいんですよ。あれがほんまにイライラするんですよ。こっちは寝起きでね、寝起きでさらにこれから仕事行かなあかんって時にしょうもないことでめっちゃ喧嘩しろんですよね。まあ、子供のしつけやけどね、あれは。もうあれ聞くのにほんまにイライラするんですよね。
ピーマン食べたくないって言ってね、そんなで強くなれへんぞとかね、ね、そんなこと言うやつはもう知らんとか言ってね、知らんってないのっていつも言うよね。お前は知ってるやろって毎回僕言いたいわ。なんか怒る人でもう知らんっていう人いるやん、同級生とかで見たんやけど、もうお前のことなんで知らんみたいなんで、お前は知ってるやろって僕毎回突っ込みたかったわ。大体こういう時で突っ込める状況じゃないから突っ込めへんねんような。なんやねんもう知らんって、お前は知ってなおかしいやろって僕毎回思うんですよ。これね、人が怒ってる時って日本語不自由になるような。まあそんな感じでね、僕は日々苦労してますよ。一人暮らししようかなって最近思ったからね。ただ一人暮らしすると親が悲しむからな。一人暮らしし始めたらね、一切家に帰らへんっていうか、一切家から出えへんと思うからね、人間関係がほとんど断たれてしまうっていう、そこら辺を危惧してあんま一人暮らしもできないんですけど、いやーなんとか対策したな。ちゃんちょくん二人目生まれるまでになんかなんとかできんかな。自分の部屋めっちゃボーンとかできひんかな。田舎の家やから難しそうやな。ボーンってみんなどうしてんねやろ。 YouTuber とかなんか自宅ボーンしてるイメージあんねんけど、どんな家、どんな部屋とかでもボーンとかってできんの。最近僕寝起きとかめっちゃイライラしてるんですよね。ごメンタリスト DAIGO さんのチャンネル見たら多少安定するんやろうか。でもそんなねメンタリストさんもね、最近めっちゃ炎上してるんですよね、メンタリスト DAIGO さん。まあ、結構過激な発言しちゃって炎上しちゃってるんですけど、ちょっとマイルドに言うと、ホームレスより猫が好きって、野良猫が好きって言ったんですよね、メンタリスト DAIGO さん。じゃあもうね、ホームレス大好きな人からねめちゃくちゃ怒られてね、もうそっから動画とか投稿してへんのかな、なんか謝罪動画出してめっちゃ謝ってたらしい。僕ちょっとね実写系 YouTuber 見れないからあんま見られなかったんですけど、でもそんな炎上してるんやと思って、普段僕メンタリストさんの情報はちゃんちょくのお母さんでしか仕入れられへんから、そんな僕がねちゃんちょくのお母さん以外のルートからなんかねメンタリスト DAIGO炎上っていうキーワードが出て、なんか知ってる人が炎上してるって思って、そんな燃えてるんかって思って、ね、メンタリストさんねそのチャンネルをちょっと見たんですよね。じゃあすごかったね、チャンネル登録者数200万人ぐらいいたんですよ。そんな有名なんて思って、メンタリスト DAIGO ヒカキンレベルやんって思ったわ。ヒカキンさんがどれぐらいかも知らんけどね、チャンネル登録者はーって思って、ね、もう VTuber が束にかかってもあんま勝てへんぐらいの強さやんって思ってさ、でもそんなレベルの人でも炎上しちゃうんやなって思ってね、僕は発言には気をつけなあかんなって思いましたよ。本当に最近めちゃくちゃ炎上してて、ね、炎上してからあんまりちゃんちょくのお母さんはメンタリスト DAIGO さんのことを、ね、言わなくなったね。まあ炎上してから多分なんか動画とか投稿してるんだけやと思うけど、あ炎上って怖いね。でそのホームレスより野良猫が好きっていう発言ね、僕ちょっとネットの記事で見ただけやからあんまちゃんとどういう発言したか正確にはよくわからへんねんけど、ホームレスより野良猫が好きってなんか矛盾してるよね。野良猫もホームレスやん。野良猫も言うたら家ないからね。これ多分 DAIGO さんも気づいてへんやろな。野良猫って家ないんやってこと。あいつらホームないんすよ、実は。ホームないから野良猫やねんけどな。これってあんまりちょっと DAIGO さんに、DAIGO さんの知り合いたら言わんといてや、DAIGO さんに。マジで DAIGO さんの脳を壊してしまうかもしれんから。ねえ、大好きな野良猫が、ね、実は自分の嫌いだホームレスやったって知ってしまったらマジで脳壊れてしまうかもしれんからね。もう急いで自分で自分をメンタリズムし始めたらね崩壊してしまうから、これあんま言わんといてや。はい、という感じで今回こんな感じでいいかな。今日口回ってへんわ。まあ左上見てもらったら分かるけどね、ゲーム時間23分経ってるんですけどね、多分動画時間めっちゃ短いやろ。なんか今日噛みまくったからめっちゃ編集してる気がする。ちょっと見づらい動画になったら申し訳ないね。てかもういつも僕噛みまくるからね、こんな編集し放題なんですけど、僕多分一人で生放送雑談とかしたらね聞けるもんじゃないと思うよ。めっちゃ噛むからね、何回同じセリフ言い返すんっていうぐらい噛んでるから、
緻密に編集を重ねてで、ね、聞きやすくしてるけど、もうね、自分の噛みやすい癖を直すためにね、最近ノベルゲームとかにも手出したんやけどね、ノベルゲーム実況ね、クッソ動画長くなったからね、ボツにしようかちょっと悩んでるんですけど、噛むのってどうやったら治るんやろな。ちなみにセレステの進捗状況は、調子良かったらこのステージの半分ぐらいはノーミスでいけるようになりました。ただちょっと想像してたら時間かかるな。僕のイメージではお盆休みでめちゃくちゃ練習してね、もうクリア行ったろうと思ったんだけど、なかなかクリアできん。さすが最終ステージ。まあこれね、だいぶ後半なんですけど、ここら辺まで来たらね、だいぶマシなんですよ。中盤がとにかく難しい、このステージ。中盤超えたらだいぶ楽になる。ここら辺とかあんまミスしいねんな。はい。という感じで、なんか隣の近所のキッズたちが騒ぎ始めたから、そろそろ終わろうかな。はい、ありがとうございました。セレステも早々クリアしたいな。はい、という感じでありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。